いけないんですか。すみませんでした。20만에 저 뭐냐 틱톡 200만도 넘었는데 짐볼은 사자. 그러니까. 짐볼은 오빠가 사줘. 오빠가 사줘. 자, 오늘은 미션이 하나 있습니다. 그 내기를. 아시다시피 대사관 줄 보셨죠? 그 줄을 뚫고 유카 아버지가 딸을 보겠다고 한국까지 대단하셔. 자, 근데 문제는 뭐냐면 좀 많이 큰 애기라서 뭐 나이도 드셨고 그래서 이제 인천공항 첫 심부름 이런 느낌. 한 번도 안 가봤어. 인천 도착해서 제주까지 와야 되니까 인천에서 김포를 어떻게 갈지도 모르실 거고 혼자 해도 될 거야 이렇게 얘기는 했는데 안 될 것 같아서 자 이제 저의 첫 심부름 유카의 유카는 일이 있어서 로안이도 있고 근데 마침 제가 이제 서울에 일이 있어서 겸사겸사 올라가는 걸로 자 그래서 이제 제가 유카 아버지를 데리러 갑니다. 화이팅. 그래도 참 대단한 게 줄 긴 거를 그 비자가 오픈이 났다 히니 진짜 人が 多かった みたいで 領事館に で その 列に 並んで 娘の ためにちゃんと ビザを 取って くれました 원래 유카 아버지가 이게 비자가 나오는데 마침 또 비자 신청을 하러 가는 날이 그 날이어가지고 엄청났다고 합니다. 뭐 도쿄는 진짜 뭐 밤새가지고 자 어찌됐든 오늘은 유카 아버지의 심부름 미션 승장의 첫 심부름 아버지의 첫 심부름 나칸토 또 아오지르 또 아오지르 또 오늘 제가 일단 서울 가서 저는 일단 일을 보고 이제 내일 유카 아버지를 제가 픽업을 하고 과연 시간이 아슬아슬해요 마지막 비행기 아빠 뭐 노래를까 모르겠는데 신칸센とか 送れなければ 노래를 아버님도 아침부터 출발해서 제주까지 오는데 약 제 계산으로는 제주도 저희 집에 도착하는데 대략 한 14시간 정도 예상합니다 험난한 우리 아버지 아버님 롤렉스 차고 오시는 거 맞죠? 오늘은 이런 브이로그입니다. 아버님의 이 험한 여정을 과연 우리 아빠 잘 부탁드려요. 자, 일단 제가 심부름으로 서울을 갔다 오겠습니다. 가보실까요? 응. 유카 근데 운전 잘하나요? 몇 년 전만 해도 내가 그렇게 욕하고 막 영상 찍고 그랬는데. 근데 유카 여기 속도 제한 50이야. 80으로 달리면 안 되지. 빡. 그래. 오늘 예쁜 유카를 놔두고 어떻게 때 밑에 마실까? 아이. 유카 갔다 올게. 조심히 가. 사랑해. 맡가시도게. 안전운전하고 해. 話しなきゃいけないんだ。あ、そうか。それ後で話しましょう。でもまあ移動して金浦一応行って、ゆっくりご飯食べながら。じゃあ、あ、それ何録音してんじゃないですよね。録音してじゃないよね。
お父さん無事に着きました、はい、お父さん一人で大使館あんな長いところに待てて、はい、おーそうそうそうでもよく来ましたお父さん、頑張りました。初めての経験でね。でもそれぐらい私とゆかが会いたかったんですか。うん、会いたかった会いたかった会いたかったしさ3人の中で一番会いたい。ロハンじゃん。そうだね、ロハンよ。じゃあロハンの次はない。お父さん私ジェジュからここまで来ました。 ありがとう、うん、しんちゃんだね。ゆかはゆか、まあゆかは娘だから、まあ、そうですね。さあ食べに行こうぜ。韓国に来て一番最初に食べたいやつはお父さん。いや、いっぱいあるんだよ、サムギョプサル。サムギョプサル、うん、じゃあサムギョプサルはジェジュですぐ一応、はい、今から金浦行って、うん、また移動したらちょっと時間かかりますから、はいはい、一応早くタクシー乗って行って、金浦で早くご飯食べて、はいはい、チケットもまだ買ってないんですよ、お父さん。いつ来るか分からなくて、ね、タクシーで買って、はい、じゃあお父さんが好きなロハンを買いに行きますか。じゃあ行きますか、うん、これロハンのね、はい、もう半分はロハンだから半分以上かな。こういうやつ友達、はい、おしめも買ってきた。早くロハンにね。気持ち悪いよ。お母さん部屋よ。ロハンね、ここなくなっちゃって。国内線の飛行機なくて一応金浦空港に待機しに行きます。大変だ。お母さん部屋よ。あの一杯に行けないんだよ、すごいね。ロハンに明日まで待っててねって言って。そうだ、今日は行けないんですね。行けないんですか。すみませんでした。じゃあちょっと今日はそうね、あのお父さんのリクエスト、サンギョプサル食べに行きますか。はい、行きましょう行きましょう。じゃあ遊びましょう。はい、そうね、遊んでいいホテルでちょっと泊まって、そう明日ウロハンに会いましょう。はい、じゃあ一応そうなりました。今日は行けません、すみません。ゆかごめんなさい。あ、ゆかについてんの。でもゆかも電話で今もう。ああそうなの、ゆかはもう見てるんですよ。ああそうなの、うん、だからなんだ。ゆかまた明日ね。お母さん部屋よ。どうですか。うまい、うまい、最高。冷たくて美味しい。今何だっけ、違う、チェジュ行けなくてゆかにはごめんなさいですけど、ちょっと遊びます。日本に帰れなくて。やばい。食べるって言うもんじゃ。おいしそう。やばーい。マキッカっぽいよ。よ、なんでマキッカよ。ねえ、最高だね。すんちゃんが強制的にゆかごめんなさいって言ってくださいと頼まれました。でも私も本心でごめんなさい。さあ、ゲット行こうぜ。乾杯。あ、全然軽いじゃん。はい、はい、熱いですよ。おいしい。ゆか、ごめんなさい。楽しく食べてます。すいません。あら、美味しいね。この辛さがね、これもそうだし、このキムチ、はい、うん、これ本当美味しかった。日本では食べれないんですか、こういうのは。うん、日本では食べれないと思います。満足です。じゃあ、あの、ゆか、ごめんなさい。あら、うん、おいおい。まずまずい。
赤すぎます。痛い、おててにするないけど顔は痛いよ、熱いよ。すごい、カジラ、カジラ、おことかし、そう、カメさん同じコグマクッキーおいしい。ゆかチャンネル、ゆかチャンネル、ゆかチャンネル、上手。ゆかチャンネルやるよ。じゃあ乾杯。乾杯。お疲れ様です。はい、いや、日本でさ、日本に人気のはサントリーと忘れちゃったいやでも、すんちゃん、はい、俺こういうとこがいい。30年、40年前だったら、そうやって流れていったわけ。頼む、すんちゃん、そういうのやめてくんない？お父さん、もう習慣ですよ、それぐらいだったらもう。あ、男の成功のためにはいよ、ロハ。わあ。今日はまあここまでにして、じゃあ明日孫に会いに行きましょう。あ、行きましょう。はい、バイバイ。あんにょー。はーい。乾杯。乾杯。ごめん。でも今本当に幸せなのよ。どうですか？あ、熱い。熱い。うん。おいしい。うん。うん。おいしい、おいしい。サンチャ楽しみます。ガンマちょっと。お母さんやるよ。昨日どこまで覚えてるんですか？だからあの、まずあそこ食べて飲んで、あとはあそこ行ったの覚えてるんだ。あのだからお父さんはジントニーの乾杯、そこまでしか覚えてないってことですね。覚えてるだからだってここに来たら覚えてないもん歩いた自分で。いや、私こうしてきました。そう、お父さん、お父さんこうやってきましたこれ、もちろんこっちでもこの、この、あ、読めないか読んだけどね。好きな駄菓子あるかな、すんちゃん食べパン、二人とも読めないいろんな意味で二人とも読めない。昨日、うちらが話したのを全部忘れたんですね。忘れて覚えてない。何回も何時間も話したのに、もう一瞬で忘れるから、もう安く全部守んないし、お父さんじゃあ、こういう感じで、金峰2日目、院長に行かないの。あ、ここ院長か。金峰じゃん。お父さん、はい、まだ韓国ですよ、今2時半の飛行機に乗ってチェジュに行きます。娘とロハンを会いに来たのに、あんなに飲んでキンポ好きって言って、もう帰ってもいいって言ったお父さんと一緒にいます。やっぱりすんちゃん、はい、チェジュ行かないで帰るわ。もう何回も何時なの2時、何時なの2時、何時なの2時な、2時なの。これがサルロンタン、サルロンタン。はい。モカもいいんだけど、モカそんな。マスクです。あ、すごい。
おお、危ない危ない、あったかいあったかいお父さん。お母さんだよ。からパピとパパ来まーす。楽しみ？会いたい？ピンクはチリ。チェジュはすごい人ですね今。ね。車がすごい多いです。じゃあ迎えに行こう。そうそう、チェジュエアと。ロハンに明日まで待っててねって言って。